はい、皆さん、翔太です。この一般的な翔太、体の秘密や可能性を楽しく紹介させてもらっております。はい、ことなんですけども、ジャズリズムを作る体の使い方についてね、紹介させようと思っております。クラシックからね、ジャズに移られて、ジャズのリズムに、スイングしたリズムを作りたいと思っているのに、なかなか作れないと。どうしてもうまくいかない。まあ、なんか裏拍と表拍とかあって、そういうのをね、やってるけども、知識としては知ってるけど、再現しようと思うとできないって方ってね、言ってらっしゃると思うんですよ。で、そういった方はですね、実はですね、体の使い方がクラシックのままの可能性があるんですよね。実はこれリズムの取り方って、ジャズとクラシックって全然違います。噛んでますけど、全然違うんですよ。でここをね、しっかりと知った上で、リズムのスキルトレーニングに励んでいただかないと、ベースが違うのに、ベース、体はクラシックなのに、ジャズの練習するってのはめちゃくちゃしんどいので、今回ね、そこをしっかりと理解していければと思います。前半もちろん冒頭に紹介させていただいて、後半ね、実際に事前に紹介させていただきますので、最後に見ていただければと思っております。始めていきます。はい、でやっていきます。クラシックとね、まあ、ジャズですね、体の使い方がどう違うかっていう形なんですけども、これです。大腰筋の使い方がそもそも違います。ではですね、どういう風に違うかというと、クラシックはですね、左右に大腰筋を使ってリズムを取ります。対してジャズは縦に使ってリズムを取ります。もうここが大きく違います。少しね、解説していこうと思うんですけども、よく一般的に言われるクラシックとジャズのリズムの取り方の違いで、まあ、表拍か裏拍かみたいな話ですよね。音が一個あったとしたら、その音の表一発目の、この、まあ、ちょっとね、分かりやすく書いてますけども、この、まあ、この表現がね、まあ、個人的には分かりやすいかなと思って書いてるんですけども、たーっと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 、まあ、たーですね。この音の一発目に音のアクセントが来ているっていうのが、まあ、よくね、あのクラシックで、まあ、表拍ですよ。表の音の一発目の音。たーの、たーは小さくて、たーっと、たーっとのこの後ろ側、この裏側が、アクセントが来ているのが、まあ、ジャズですよって言われ方をね、まあ、よくするんですけども、これをね、頭で再現しようと思っても、めちゃくちゃしんどいんですよね。しかも、やってるつもりでも、なんかよく聞くと、なんかクラシックにしか聞こえないし、なんか硬い音になるし、みたいな形の方っていると思うんですけども、それっていうのは、この体の使い方のまま、ジャズをやってもうまくいかないですよね。で、なんで、こっちだと、この裏拍取れて、こっちだと表拍になるかというと、この横に取るリズムの取り方っていうのは、この端と端ですね。この右の端、右の端と左の端ですね。端で音をこう取るわけですよ。なので、この中間っていうのは結構リズム取りづらいです。というよりもかなり難しいです。アバウトなんですね。端と端が明確なんで、真ん中はアバウトなので、端で取るので、どうしても、1、2取りにくくて3。1、2取りにくくて3。2で、この間が取りにくいわけですよ。4取りにくいみたいな、まあ、この間が取りにくくて、端の音が取れるんで、たーっ、たーって、間違えました。た、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 たっていうリズムが取れるっていうのが、まあ、クラシックなんですけども、これを裏拍で取ろうと思うとめっちゃ難しい。この間のリズム取らないといけないんで、ここなんですよね、裏拍の場所って。ここってめちゃくちゃむずいんですよ。大腰筋のこう動くところなんで、めっちゃむずいんですよね。逆に、ジャズの場合は、スタートがこの上なんですけども、この上の部分、大腰筋をここから下にキュッて持ちてくる、この上の部分は意外と逆に力入れづらい場所なんですよね。ここから下に入る瞬間っていうのは力が入りづらい場所なので、この最初の音のスタートの部分っていうのはあんまりリズム取りづらいんですよ。で、その逆にこうグッていった裏拍の部分ね、た、た、たの、あーの部分、このグッて落ちたこの2、4の部分に時に、大腰筋がギュッと収縮してリズムを取りやすい。で、スッと戻す。みたいな感じなんですよね。なんで、この縦方向に使うと、勝手に裏拍になるんですよ。横方向使うと、勝手に表拍になるんですよ。これがクラシックとジャズの体の大きな違いになるんですよね。で、こっちのね、メリットで言うと、まあ、結構正確に取りやすいんですよね。端と端が分かっているので、ここと、ここ。ここ、ここって取りやすいので、リズムきっちり取ったりとかは、結構こっちが良かったりとか、あとはこの中間は結構流れるように取れるんで、こう、たーたーたー、なんかまあ、リズムのね、ことに出しては私素人なんでちょっと下手くそなんですけど、まあなんかこう、端と端を取って、この間は流れるように音をこう流すってこともできたりします。で、また、リズムを変えるのも結構簡単で、この振り幅を小さくすればリズムって変えられるわけですよ。これぐらいのリズムで取るか、こうやってリズム取るか、こうやって。で、いきなりこう、ちょこう変えたりとか、リズムをどんどん変えたりとかするっていうのがあって、まあ、クラシックってリズムがね、どんどん変わっていく、
まあ、今日は競技って言ったらおかしいですかね。クラシックはリズムがよく変わると思うんですけども、そういったのも実は横だと取りやすいですよね。逆にこうジャズみたいにこう縦だと、この横の幅の調整っていうのがめちゃくちゃしづらいんですよ。まあ、そもそも動ける幅が小さいので、このリズムを大きく変えるっていうのは結構しんどいです。しかも、アバウトなんですね。スタートがアバウト。下も実はちょっとアバウトなんで、アバウトなリズムの取り方になってしまうがあまりに、正確に取るっていうのは結構こっちは難しいんですよね。でもそのアバウトさを活かすことによって、跳ねるようなリズムが、タツ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 みたいな、さ、上から、タツ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 と跳ねるような感じを作るっていうのができるっていうのが、このジャズの大余韻の使い方なんですよ。今よく言われる、まあジャズとかでグルーブしてるとか、スイングしてるとかね、いわゆる躍動感のある曲を弾けるかどうかみたいな感じがあると思うんですけども、躍動感の曲をやろうと思うと、この大余韻をこう縦に使えるかどうかっていうのが非常に大きいですね。なのでですね、あなたがですね、ジャズのリズムを作りたいと思ったら、今やってる、これ多分無意識だと思うんですけど、横で取ってるリズムから大腰筋を縦に使うようなリズムの取り方、こちらをですね、習得していただく必要があります。はい、ということで、実際に実践でやっていこうと思います。はい、ではね、実際にやっていこうと思います。ちょっと解説しますね。まず、クラシックの場合は、大腰筋ですね、溝落ちの奥にあって内臓の上にある筋肉なんですけど、それを横にこう使うイメージになります。なので、端と端でリズムを取るので、たたたたってなるんですね。その代わりこの真ん中がぼやっとするので、裏拍ですね。1,2 の2はちょっとアクセントがないような形になってきます。で、端と端が分かるので、逆に言うと、調整はしやすいと。この幅をたたを小さくすればリズムも短くなるし、長くすれば柔らかく取ったりとかもできるのがクラシックの特徴になります。でこれが、今度ジャズ方向になると、ジャズはこうじゃなくて縦なんですね。こういう動きになります。リズムの取り方。で、これは大腰筋を、こっからスタートして、下に行くときに収縮させて、ふわっと抜いて、収縮させて、ふわっと、収縮、ふわっと、収縮、ふわっとみたいな。ダンスのダウンの動きみたいな感じの動きになるんですけども、こういう動きになるんですよね。で、それって、この最初のスタートの時点は、大腰筋あんま力入ってないので、最初の音のね、表拍のところ、ターの部分は、ターちっちゃいですね。その代わり、あーでアクセントがグッと来て戻ってもう一回タッ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 みたいなリズムになるっていう形になります。でこれって結構こうどうしてもここも明確こう幅がねクリアにこうどこって分かりづらいのと下も結構幅って分かる、まあ下の方がまだ分かるんですけど上が結構ねぼやっとしてるんでこう正確にするのとか難しかったりとかあとは幅を広げようと思ってもうこれぐらいしか幅広がらないので横に比べると自由度がやっぱちょっと少ないのでどうしてもねこうリズムをねめちゃくちゃこう大きく変えるっていうのがちょっとしづらい、まあ、こう横の方がまあこういう動きで取りやすい変えやすいって感じのところはあります。ただこういう縦方向の動きがあるとリズム感のあるような音を取ることができるんですね。これが横のこういうリズムの取り方だとどうしても、まあ、クラシック的な音楽のリズムになると。で、こんなね、実際に体動いてないじゃないかって思う人もいると思うんですけど、結構実はですね、体の中では動いてます、皆さん。実際に弾いてる演奏自体は体は動いてるアニメでも、体の中ではこういう動きが結構ダイナミックに起こってます。しかもこれトップレベルの方になればなるほどに、かなりこの辺の大腰筋は活性しております。すごいですね。で、大腰筋使えてない人は、そもそも、多分こう固まってるんで、こういうリズムだったりとか、そもそも取ってなくて頭で取ったりとか、そもそも、リズム自体を体で取ってない。まあ、頭、耳だけで取ってるって方も、もちろんいるからもしれませんけども、ジャズをするには、結構頭だけでまあできないことはないですけど、かなり難しいです。こうやって体でしっかりと合わせて取っていくっていうのが、やっぱ躍動感のリズムを作るには非常に重要かなという形は感じております。でですね、実際にじゃあ大腰筋を縦に動かす練習にどうしたらいいんだって話になるんですけども、まあ一つね、まあいろんな方法があるんですけども、今回一つちょっと紹介させていただこうと思います。まず一つね、溝落ちを柔らかくすることなんですよね。この溝落ちの場所がそもそもこうやって柔らかくこうやって動けるかどうか、ここがもうそもそも動きづらいとリズムって取りづらいですし、溝落ち硬いとこの奥にある大腰筋も効きにくいので、まず溝落ちが柔らかく動かせる必要が出てきます。で、柔らかく動かすコツはですね、こうやって前後に、まあ、上下っていうんですかね、こういう風に動かした時に、腰と腹筋にできるだけ力を入れないってことが大事です。腹筋はね、まあまあ、
多少入ってもギリセーフなんですけど、背中ですよね。とにかく背中がこうガチッと前行くときに背中でこうガチッと固まってしまった時点で、これで大腰筋っていうのはほぼ働かない。もうガチッと固まってしまって、上下に動かしても、背中と腹筋と背筋がこうやって、こうやって、こうやって取ってるだけですよ。こうなると横と一緒で、下で取って上で取ってみたいな。1、2、1、3みたいな感じですかね。まあ、こう、端で取ってる感じになってしまって、こういう裏拍で取る動きっていうのは全然できなくなりますので、とにかく背中が力まないようにしながら、溝落ちを上下、まあ、上下とか、まあ、ちょっと若干前後みたいな、まあ、こういう動きですかね。まあ、こういう感じで、溝落ちを動かしてもらうという形になります。ただ、この方向、どうしてもですね、背中が力んじゃうって人は、まず、自分なりにですね、背中が力まない方向を探してください。まあ、例えば横の方がまだ多分動くと思うので、クラシックやってから人は、まあ、横の方が多分動くと思うので、横で、まずは柔らかく動かせる方向を探して、その方向にしばらく動かします。で、この時も、動かそうすると絶対固まるので、とにかく柔らかく、背中力まないっていうのをとにかく大事にしてやってください。やってるとですね、背中の力抜けてきて、大腰筋つけるようになっていくので、今度、縦もちょっと使えるようになってきます。こういう方向もね、ちょっと柔らかくなってくるんですよね。そうすると、今度は縦方向でもうちょっと使えるようにやっていくって感じですね。で、どんどんやっていくと、溝落ち周りがどんどん柔らかくなってきて、あ、ここ自由になってきて、大腰筋が分かってきて、上から、この下のところでリズムを取る、下でリズムを取るっていうような感覚も出てくるかなと思いますので、そういった手順でね、しっかりこのね、ジャズのね、リズムの縦方向の大腰筋のこのリズムの作り方をやっていただければなと思います。で、まあ、結構ね、クラシックでも、ちょっとこう、トップレベルみたいな、こう、人になってくると、ちょっと入ってるんですよね、これ。ちょっとまあ、一応横でこう取って、基本横なんですけど、ちょっとこういうのも入ってる人も中にはいてます。で、ちょっとその辺っていうのは、きっちり、まあ、今回ね、もう、がっつり、こう、線引きしてしまってますけども、まあ、どうなんですかね、追求していくと、ちょっと寄ってくる気もしてます。まあ、ただまあ、大きくは、まあ、横に取るか、まあ、縦にこう、リズム取るかの違いがあるっていうふうに、まあ、ちょっとね、知っておいていただけるとですね、まあ、ジャズのテンポですね、グルーヴ感を出そうと思った時には、この縦のリズム練習しないといけないんだなっていうふうにですね、ここを知ってないと、なかなか頭だけでね、リズム取ろうと思っても難しいってことだけね、しっかりとしていただければと思っております。で、まあ、今回ね、大腰筋チラッとだけしか話してませんけども、うちのね、動画では、他の競技も含めて、大腰筋をね、どういうふうに使ったらいいかって話をね、いろんなところからしてます。例えば、肩甲骨から大腰筋を使う方法、股関節から大腰筋を使う方法とか、もも裏から大腰筋を活性する方法とか、まあ、いろんな方法がありまして、そういったこともね、ずっと紹介してますので、大腰筋ね、もうちょっと使うようになりたいという方はですね、ぜひともね、一度動画を見ていただければと思います。で、まず最初ね、そもそもなかなかそのインナーマッスルについての詳しい知識ですね、ないって方は、概要欄に、基本的な初心者のための体つき方講座っていうのを、まあ、3つありますので、それ3つ貼っときますので、まずそこから、しっかりと、理解していただけると、この大腰筋の使い方の、ね、知識の、どういうふうにやっていけば大腰筋の使い方になるかっていうね、ベースのことがわかると思いますので、まずそこからね、しっかりと学習していただけるとですね、スムーズにいくんじゃないかなと思いますので、まあ、一度見ていただければと思います。はい、ということでね、今回は概要をコメントさせていこうと思っております。ルーム先生で Twitter、Instagram もやってますので、そちらのチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールの方も営業してますので、体の秘密をね、もっと知りたいって方はですね、また概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。ゆるむ仙台自身は大阪にありますので、もちろん直接来ていただきますね、大腰筋の使い方をどうすればいいかとか、あなたの体をどういう風に使うとうまくいくのか、どういう風に使うとうまくいかないのかってことでアドバイスしたりとか、トレーニングの、メニュー組んだりとか、指導とかね、あとは直接施術して大腰筋使いをするってこともやってますので、興味のある方はね、ぜひともですね、ゆるむ仙台にいらしていただければと思っております。なかなかね、今現在遠くて来れないという方もオンラインでのね、ズームってアプリを使ったトレーニングショーもやってますので、そちらもチェック、そちらも、お試しいただければと思っております。はい、ということで今回これで以上にさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。